私は独身で孤独死の可能性が高いのですが、孤独死を回避する多い方法はありますか？ありません。人は最後は一人で死ぬ人が多いですよ。まあ、例えば結婚して配偶者を作ったとしても、どっちか先に死ぬんですよ。で、その自分が孤独死をしたくないから、じゃあ子供を作って子供の家に居座るっていうのをやったとしても、その自分が孤独死がしたいがために子供に寄生をしている親っていうので、うわうざって言って多分子供出てくと思うんですよね。なので、最終的にはその出てっちゃった子供と一人残された孤独っていう状態なので、人は死ぬ時は一人なんで、死ぬ準備をしといてください。でも別になんか誰かに見られてなくてもよくない？死ぬ時ぐらい。なんか死んだ後にその部屋の掃除だけ業者に頼むっていうのだけ先やっとけんじゃないですか？